特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。野島真嗣ドラマ、何曜日に生まれたの、ハマってます。どうもゆうちゃまです。久しぶりの野島作品が、地上波でのドラマで放送っていうことで、もうワクワクが止まらないですね。最近は、ワンダーエッグなどのアニメだったり、漫画原作、ノベルとかですよね。他の配信系サイトでのドラマだったり、あんまり野島さんの作品って地上波で見ることなかったので、久しぶりの野島作品地上波、本当に嬉しいです。なんでしょう、こう地上波ってどうしてもいろいろな表現とかが制限されてたり、コンプライアンスとかで難しくなってきてると思うんですよ。野島さんの作品、野島さんの作風って結構危ない橋渡るじゃないですか。なんでね、どうなるかって感じなんですけど、日曜10時っていう比較的遅めの時間帯で野島さん戦ってほしいなと思います。もうね、あの1話からもう野島色がドラマの中で感じられて嬉しかったですね。もう主題歌が60年代の洋楽バスストップ、めちゃくちゃおしゃれで、もうノスタルジーな感じがたまんなかったですね。野島作品の楽曲のセレクトセンスがたまらないです。カーペンターズ、アバとかね、クイーンとか、こう洋楽もしっかり爪痕残してくれますよね。ジョン・レノンさんとかもありましたよね。でキャスト陣も、主演はパパ活に出演されてた飯豊さん、愛し合ってる会の陣内孝則さん、野島作品に出演されてる方たちの出演も必見でした。こう野島作品ってそういった面白さありましたよね。こういうこのキャスト、この方、この作品にも出てたなとか、こうパズルのようにこうなんかこう、あのピースはこのピースにも当てはまってたなとか思うとちょっと面白かったりしますよね。謎が解き明かされていくストーリーも楽しみです。何曜日に生まれたの、ハマってます。皆さん見てますか？それではゆうちゃまでした。ぜひ気になった方は見てほしい。面白い。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。